曲はショパンの別れの歌。17歳の世界女王浅田真央の登場です。決して順風満帆ではなかった今シーズン、壁にぶつかって自ら乗り越えた。それだけに価値のあるゴールドの輝きでした。あるいは眠れない長い夜もあったかもしれません。そんな夜を思い、世界を共に戦ったショパンの調べで、そう Deep is the Night。力強く、そしてしなやかに、これが世界女王です。浅田真央17歳。はい、もう日本のこと、いやー本当に素晴らしいですね。あのね、はい、これ帰ってきてほとんど滑ってないんですよね、はい、東京でいろいろイベントがあったり、はい、コマーシャルの撮影があったりして、で昨日かな、なんか今日中継でちょっと滑ったって言ってましたけれども、はい、それでこれだけのね、ちょうど疲れも出て一番調子があまり良くない時だと思うんですよ、はい、でもこれだけのことができて、すべてこうなんていうか魅力的ね、やっぱり。そうですね、まだまだ見ていたい、そんな思いの大観衆のアンコールに応えて、あーショートプログラム、バイオリンと管弦楽のためのファンタジー、今シーズン最も力を入れて、そして大きな武器となったストレートラインステップです。
追われる立場に変わる来シーズンですが、新庄どんな進化を遂げながらライバルたちと競い合っていくんでしょうか。しばし翼を休める真央ちゃん、お疲れ様、そしておめでとう。名古屋の方の前で、まあ、他の地方の方からも方も来てくださってると思うんですけど、地元で滑れてすごく良かったと思います。すごかったですね、真央ちゃん真央ちゃん。そうですね、知り合いの方もすごいいたので余計なんか良かったなって思いました。まだ大きな目標っていうのは決まってないんですけど、とりあえず今は練習をもう一度一からやり直して、で次のシーズンに間に合うようにみんなの前で、皆さんの前でいい演技ができたらいいなって思います。